皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2006年公開の、アンダーワールド、エボリューション。現代、アンダーワールド、エボリューション。監督はレン・ワイズマン。脚本はダニー・マクブライド。主な出演は、ケイト・ベッキンセール、スコット・スピードマン、トニー・カラン、など。家族の復讐を果たしたセリーンは、同族のヴァンパイアからも追われる身となってしまった。彼女の唯一の味方はヴァンパイアと雷管の根血であるマイケルだけ。やがて二人は、二つの呪われた種族の創生にまつわる秘密を知ることになる。というストーリー。特に目新しさはなくオーソドックスな続編だが、前作が良かったならおすすめできるシリーズ第二作。話そのものは大きな進展があるわけでもなく、前作のおまけのような内容ながら普通に面白い。全体的に CG は増えているのに、映像の迫力は減ってしまっているのは残念。ケイト・ベッキンセールが二丁拳銃をぶっ放す銃撃戦が減って、格闘シーンが増えているのはがっかり。ということで、評価は。Thumbs up.